江角真紀子さんといえば、元バレーボールの実業団選手で、マルチタレントとして幅広い場で活躍をされていた女優さんですね。いろいろなドラマや映画で活躍されたほか、落書き事件や不倫騒動で世間を賑わせたことからも、皆さんの記憶にも新しいのではないでしょうか。今回はそんな江角真紀子さんのプロフィールや事件の真相、また現在について紹介していきます。江角真紀子のプロフィール。島根県出雲市出身。島根県立大社高等学校在学中からバレーボール部で活躍。卒業後は日本タバコ産業女子バレーボールチームに入団し、バレーボール選手として活躍しました。1986年に右肩の負傷により引退。その後は持ち前のスタイルの良さと美貌を生かし、ファッションモデルとして芸能界デビューをしています。女優デビューとなったのは、1995年に公開された映画、幻の光で、女優として数多くの賞を受賞します。世間に名を知らせるきっかけにもなったのは、ドラマ、ショムニ。当時、大ヒットドラマとなりました。プライベートでは、1996年、写真家の桐島ローランドさんと結婚。しかし、わずか9ヶ月で離婚しています。その後、2003年に、ショムニの担当ディレクター、平野真さんと再婚し、2005年に第一子の女の子を出産。1年間、育児休暇を取られました。また、2009年には、第2子となる男の子を出産されています。世間を賑わせた江角真紀子の騒動。江角さんといえば、たびたび世間を賑わす騒動を起こし、人々を驚かせています。そんな騒動について、時系列別に紹介していきます。江角真紀子年金未納騒動。この事件が発覚したのは2004年3月。江角さんの17年間に及ぶ国民年金保険料の未納が発覚しました。この事件が騒がれた理由はもう一つあります。なんと2003年11月から江角さん本人が国民年金保険料納付キャンペーンのイメージキャラクターとして起用されていたからです。もちろん世間が許すはずがありません。CM は強制降板、謝罪の記者会見を開くこととなりました。落書き事件。2014年9月の週刊文春によって、元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂さん宅の壁に、バカ息子などと落書きされる事件が起き、その主犯が江角さんなのではないかとスクープされたこの事件。当時、江角さんのお子さんは、長嶋一茂さんのお子さんと同じ保育園に通っていました。江角さんと長嶋さんの奥様は、いわゆるママ友。ママ友として、いい関係を築かれていたようにも見えましたが、2014年7月30日に、4年以上前からママ友からいじめを受けていると江角さんがブログを更新。そのいじめストーリーに世間は同情の声を上げていました。しかし事態は一変します。長嶋さんの奥様を含むママ友軍団が、そもそも無視される原因を作ったのは江角側だと大激怒。この垂れ込みが落書き事件へと発展してしまいます。当時、江角さんの元マネージャーがこの話を聞き、腹いせに長嶋宅へ落書きをしてしまったとのこと。もちろん被害者は黙っているはずもなく、被害届を提出し、
元マネージャーが落書きしたことを認めました。江角さんはこの件に関してブログで謝罪。元マネージャーの犯行は週刊誌で初めて知った、関与はしていないと書かれていました。江角さんが塗料代として10万円を支払い、子供も転校させ、事態は収まりました。しかし、これだけ世間を騒がせてしまったため、イメージは急落。江角さんは悲劇のヒロインから一気に悪役へと転化してしまいます。世間からは、主犯は江角さんだ、江角さんがやらせたのでは、などの声も上がっていますが、真相は謎のままです。不倫事件。2017年2月9日、江角さんが不倫しているのではないかと、週刊誌女性セブンによってスクープされてしまいました。相手は実業家であり、巨額投資詐欺事件で逮捕されたメンバーの一人ということで、江角さんもこの事件の被害者だったと言われています。江角さんは女性セブンのインタビューで、弁護士の先生から返済してもらうために、これまでの関係を保ちながら頻繁に会って返済の要求をするようにと助言を受けていると答えており、不倫関係については否定しています。2023年現在もその実業家と関係が続いており、投資や資産運用についてアドバイスをもらっているようで、積極的に実業家や財界人の集まるパーティーにも顔を出しているそうです。今後、実業家として新しいビジネスを始めるのではないかとも噂されています。2017年、芸能界引退。2017年1月に弁護士を通して芸能活動引退を発表されました。引退理由については、子育てに尽力したいとのことで、子供の将来を見据えた決断であったとされています。しかし、先に述べたように、引退宣言直後に不倫騒動が出たため、様々な憶測が飛び交いました。引退時には、女性自身に、お互いの生活スタイルの違いにより、夫と別居しているとコメントしており、家庭は円満ではなかったことが伺えます。今でも夫とは離婚しておらず、別居は続いているようです。江角真紀子さんの現在は？様々な話題があった江角さんですが、現在はどうしているのでしょうか？子育てを理由に引退された江角さん。現在、娘さんは高校2年生、息子さんは小学6年生とのことで、娘さんは高校1年生の時にスイスに留学、息子さんはインターナショナルスクールへ通学中とのこと。お子さんたちの教育に力を入れられているようです。また、江角さん自身も1年の半分は海外で生活されているのだとか、子供のために世間から距離を置いたようにも思えるので、芸能界復帰の可能性は極めて低いでしょう。突然の芸能界引退にコメントを寄せた著名人たち。マルチに活躍し、ファンも多かった江角さん。人気番組への出演も多く、引退後は惜しむ声が多く寄せられました。そんな中で、同じ芸能界で活躍しているタレントたちの声を紹介します。女優、遠野なぎこさん。不祥事を多く起こしたことに対し、いろいろダサい、仕事なくなったから引退じゃないの？はっきり言うと嫌い、と厳しいコメントを寄せています。漫画家の倉田真由美さん。絶対的な正義で話すキャラクター。スキャンダルがあるとなかなか立ち位置を変えるのは難しいと話されています。お笑い芸人千原ジュニアさん。
芸人にいじらせない雰囲気と客観的に見たコメントを残しています。タレントおすぎさん、エスミって大した女じゃない、嫌な女なんだけど、会ったことあるんですけど、どっかいつも高いところから見てる女じゃないと、おすぎさんらしくきっぱり。各種コメントからもエスミさんの気の強さ、はっきり言う性格が伺えますね。一般人になった今はトラブルに巻き込まれず静かに暮らせているといいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。